スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日も最近気づいたことをシェアしていきたいと思います。最近の私の体験から気づいたのは、過剰にありすぎると感性が鈍るということです。どういうことかというと、私は食べ物で思ったんですけれども、食べ物をやっぱり食べすぎると感じ取る力が鈍くなって、むしろ少し少ないかなぐらいしか食べていないと感覚が研ぎ澄まされて、なんか調子がいい感じがしています。で、そこで気づいたのが、なんか私たちはたくさんあればあるほど、食べれるものがたくさんあればあるほど幸せだなっていう風に思い込まされてきたような部分があるのかなっていう気がしていて、そのもちろんたくさん好きなだけ好きなように食べれることっていうのは幸せでもあるんだけれども、でもそれっていうのはやっぱりちょっと古い時代のその物質主義的な幸せのような気がしています。で、お金についても同じようなことが言えると思うんですけれども、例えば使えるお金がたくさんあると、まああまりよく考えないで、まあ軽くちょっと欲しいと思っただけですぐ買ってしまったり、でも逆に限られたお金しかないっていう場合は、本当に必要かなっていうのをこう検討した上で買う傾向があると思うんですよね。で、自分とつながるっていう観点で考えると、やっぱりちょっと少ないぐらいの方がいいのかなっていう気がしました。で、例えば食べ物だったら、自分が本当に美味しいと思うものだけを少量食べる。で、そうすると少量ではあってもすごくやっぱり体は満たされるし心も満たされると思うので、量はほどほどにして質を上げることっていうのがすごく大事なような気がしています。